簡単に組み立てられると、そして色分けもしっかり再現されているんですよね。グッとねこのキャノンユニットをつけてあげることで、さらにこう武装強化状態みたいにね、こうやって前に持ってきてあげて、グッと、はい、向きを変えてあげて、開いてあげて、はい、パカッと開きます。この足を前向きにこう持ってくると、こう後ろに持ってきて、はい、グッとこうやってね、はい、カチッと、これでハンガーをライオンモードになります。簡単にこう羽をねつけたりとかっていうこともできます。こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらエボロイド知ってますでしょうか？自分のねチャンネルでいろいろレビューしてますので、ぜひ見てみてください。そして前回こちらのガンクロンをねレビューしましたので、今回はこちらエボロイドのファンガオをレビューしていきたいと思います。ということでこちらね、はい、エボロイド対象年齢8歳以上のプラモデルとなっております。 F ガオ G1ファンガオですかね、 ER004 ということで、いやパッケージねかっこいいですね。個人的にエボロイドもかっこいいんですけど、こっちのエボビーストめちゃくちゃ好きなんですよね。動物から変形するっていうの、はい、横こんな感じになってます。はい、でこの 3mm のジョイントがたくさんあるので、この MSG とかねモデリングサポートグッズのものを組み合わせることも可能です。とはい、こういう作例が載ってますね。で反対側がラインナップになってます。そして反対側裏ですね、獅子ファンガオの雄たけび、百獣の王はこの俺、ファンガオ王の座をかけて勝負だと書いてますね。ライオンから変形するっていう感じになってます。それでは早速開けていきましょう。さて、お、来ました。あ、まだ入ってる。ランナーを取り出すとこのような感じになっております。まずはこちらのガンメタリックっぽい色のランナーが2種類ですね。とあとはこちら、こうオレンジっぽいちょっと薄橙色っぽい色、そしてこの赤茶色っぽいランナー、そしてこのブルーとレッドのクリアパーツが入っていて、あとはシールですねがこんな感じで入ってます。でこのパーツリストと説明書ですね。でこの説明書なんかもうめちゃくちゃね面白いこと書いてるので、ぜひ買った方読んでみてください。この漫画もねめちゃくちゃ面白いです。で組み立て方ですねがこんな感じでこう載ってあります。ということで早速組み立てていきましょう。ということでファンガオが完成しました。ロボットモードはこのような見た目になっております。やっぱりこのエボロイドのいいところが本当簡単に組み立てられると、そして色分けもしっかり再現されているんですよね。まあ、こういうところだったりとかね、こうパーツの色分けが素晴らしいですよね。でシールなんですけれども、今回この自分が貼ってるのはこの拳の茶色、ここもねこうしっかりシールで再現されているのと、あとこの胸の黒ですね、この黒のねシールの色分けありがたいですよね。このあとバックパックの後ろのこの部分ですね、とここ、はい、この縦紙の部分にこのエボロイドビースト軍団のマークがあります。であとはここのバイザーですね、バイザーの部分の赤を、はい、このシールで表現できたり、あとはこの光が入っている反射光のあるバージョンもつけたりできます。あとこの水色のやつはこのライオンの目ですね、今クリアパーツなんですけれども、この目も、はい、こちらのシールで再現することができます。あとは自分部分塗装してこの黒のこういうね溝だったりとか、あと白ですね、この牙とかこの爪の白、あとはこういう溝の部分、黒のね部分塗装をしております。ちょっと塗るだけでもうめちゃくちゃ映えるんですよねこれ。で自分このバイザーの部分ですね、この赤いバイザーちょっと見えづらいかもしれないんですけれども、ここ裏からシルバーで塗ってるので、こう光が当たるとこうキラッとねクリアパーツが輝くっていう仕様になっております。いやこのエボビーストのね、この前 E-REX が出ましたけれども、この個人的にエボビーストめちゃくちゃ好きで、この頭部がもうまんまその変形する動物のモチーフになっているっていうところとかね、すごい好きですね。で今回のファンガオ、この肩のこの縦紙ですね、
が飾りとしてこうね大きいシルエットになってたりだとか、なんといってもこのでかいバックパック、これかっこいいですよね。でさらにこのもちろん武器がさらにありまして、ここの尻尾ですね、これをグッと取り外してあげて、で持たせてこう 武器にねすることができるっていうところ、素晴らしいと思います。でさらにもちろんねこれも可動めちゃくちゃあるので、こう膝曲げたりだとか、こう結構ボールジョイントがね多いので、もう自由自在に、でこの顔もねこうグッと上を向けるね可動になってますので、こうやってたくさんねポーズを取らせることとかもできますね。そしてこのエボロイドの魅力としては、さらに他のエボロイドとも組み合わせることができますので、このキャノンユニットを外して、で前回レビューしたこちらガンクロンですね、このガンクロンの後ろにグッとねこのキャノンユニットをつけてあげることで、さらにこう武装強化状態みたいにねすることもできるというね、これはねこういろんな楽しみ方ができますね。でさらにこちらエボビーストの EX ですね。でこれがこの足ですね、これちょっとこうはいこっちの向きにしてあげると、これ足になるので、はいこんな感じで足にすることができるので、でこれ足にするときはこう一旦外してから、逆こっちですね、こっち側についてたのを下向きにつけてからやる必要がありますね。でこう足にして、でこれですね、この部分をグッと背中にグッとね、はい、差し込んであげると、もうこれで簡単にもうケンタウロス形態みたいなことができるというね、こう他のエボロイド、エボビーストたちと組み合わせることもできるといういやこれは楽しいですね。で今この足にするときにちょっと組み替えをしたじゃないですか、なんですけど、まあ一応この状態でもあのやるとしたらね、はい、こっち向きにしてあげれば一応できますね。さっきこの足が上側についていたんですけど、完全変形バージョンにする場合ですねは、この足を下側にしてあげれば一応完全変形する状態になりますね。でこうやってつけてあげると、もう これでもね全然見栄え悪くないと思うので、自分はこっちにしようかなと思ってます。でこのエボロイドといえばこのロボットモードからね変形するので、それやっていきたいと思います。このファン顔はライオンに変形します。まずこの尻尾を外して、ここの後ろの部分にグッと取り付けてあげます。でそしたらここですね、背中この足をはいグッと曲げて前に持ってきてあげると、ではいさっきのねこの下につけてあげれば完全変形で変形させることができますと、こうやって前に持ってきてあげて、ここのね黒いこの銃口の部分を隠すっていうね、これいいですよね、はい、こんな感じで隠して足にしてあげます。でそうしたらここの顔ですね、顔を上にグッと、はい、向きを変えてあげて、この口閉じてあげます。これでライオンのね顔になりましたね。でそしたらここの腕ですね、腕を一旦伸ばしてあげて、はい、でここを上にグッと、はい、この根元ですね、肩の根元からグッと上に開いてあげます。はい、こんな感じで開いて、その時にこのライオンのたてがみも、はい、外側に持っていくと、でこんな感じになりますね。で反対側もグッと開いて上に持っていってあげます。でこれ結構変形ね面白いんですよね。でそしたらここの足ですね、ここの股関節の部分パカッとこう開いてあげて、はい、パカッと開きます。でここまでもう完全に開いてしまって、この足を前向きにこう持ってくると、そうするとこれロボットモードの足だったものがこれ前足に来るんですよね。これ面白いですよね。普通のロボットの腕を前足にするのかと思いきや、この足を前に持ってくるっていう、でこれもうすごいことになってますよね。そしたらここクリアランスができるので、ここの、はい、バックパックですね、キャノンユニットの方をこう後ろに持ってきて、はい、グッと、はい、後ろに持ってくると、なんとこれが後ろ足になります。いやここ面白いですよね。開いてクリアランスを開けてそこにこう持ってくるっていう、もう本当にパズルみたいなね変形
なんですよね。本当に無駄がないというかね。はい、それでそしたらここ持ち手が出てきます。ここにこのさっき上に持ってきた腕をこう入れてあげると、これで固定することができますね。しっかりとカッチリしてますね。で反対側もグッと持ってきて、はい、これを持たせてあげます。はい、グッとね、こんな感じで持たせて、でこの腕をしっかりと前から見た時に、はい、グッとこの肩の根元が開いてるようにしてあげると。でそしたらここの縦髪の部分ですね、これをこう軸があるんです。軸とボールジョイントでつながってるので、この軸をグッと下に下ろしてあげると、こんな感じで反対側も下ろしつつ、はい、ここのね部分で2つくっつけることができるので、くっつけてあげます。こうやってね、はい、カチッとくっつけてあげると、はい、これでファンガオライオンモードになります。どうでしょうか。いや、これ変形めちゃくちゃ面白いですね。いや、あの状態からこうパーツをこう移動させてこのライオンモードになるっていう、しかもしっかりとライオンのこのでかい縦髪とか、あとこのね骨格ですね、こう足がこう前と後ろにあるっていうところとか再現してて、いや、これ素晴らしいですよ。やっぱりエボビーストの変形面白いですね。前回のこちら EX もめちゃくちゃ変形面白かったので、まだ見てないよって方ぜひ見てみてください。やっぱりこのデフォルメロボットってどうしても顔が大きくなってしまったりだとか、体のパーツをどう隠すかっていうのが結構問題になってくると思うんですけど、こううまく腕をねこう隠したり、これは縦髪でね腕隠してますけど、こういうねところで、実はこれこのね EX と配置は結構同じなんですよね。この顔を前に向けて腕を上に持っていって、で足を開いてここに持ってくるっていうところは同じなんですけれども、もうパーツがもう全然違うので、見た目がなので、もう本当になんか面白いなと、変形で毎回驚かされますよね。これはねぜひ買って変形させてみてほしいですね。あとね、このエボロイドの魅力としては、もちろんこのね、ことぶき屋から発売されているモデリングサポートグッズ、MSG シリーズともこう組み合わせることができるので、この共通の 3mm ジョイントを使って、こう、羽をこうつけたりだとかね、こう、いろいろほんと穴がね、たくさん開いてるので、こういうところに好きなようにつけて、もう自分オリジナルの、もう好きなようなね、こうエボロイドとか、エボロイドビースト軍団ね、作ってみてもいいんじゃないかなと思います。こんな感じで。もう簡単にこう羽をねつけたりとかっていうこともできますので、ぜひ皆さんこう組み合わせて遊んでみてください。ということで今回のファンガオのレビューいかがだったでしょうか。やっぱりこう簡単に組み立ててすぐに遊べるっていうところと、もう本当エボロイドってこの説明書とか見るとめちゃくちゃね、よりこのキャラが好きになるんですよ。これ悪役ではあるんですけど、こうどこか憎めないというかっていうところもねあるので、もうめちゃくちゃいい商品だと思います。まあこれはもう本当ぜひお子さんにね作っていただきたいなと思いましたね。ということで今後もこのエボロイドのね商品いろいろ発売決まってるので、もうそこら辺ももうぜひ購入したいなと思っております。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。